皆さんこんにちは、野口幸男です。未来ネットセミナー、小中高生に語る超勉強講座にご参加いただきありがとうございます。それでは最初のスライドをお願いします。今回はその第7回、国語の勉強その3、論理構成を正しくする、このようなタイトルでお話をしたいと思います。前回のお話の中でですね、語彙を多くする、語彙を増やす、そのためには、読者を読書をですねすることが必要だと、こういうことを申しました。で、こういうことを申しますとですね、読書をたくさんしたんだけれども語彙が増えない、お前の言ってることは間違いじゃないかと、こういうご批判をいただくことがあるんですね。で、この批判は間違いです。1のスライドをお願いします。このことを考えるために、ここでは図を示しています。右側の図をご覧ください。で、今ですね、語彙の多い人、これを緑の丸で示します。緑の丸に入っている人は語彙の多い人ですね。それから読書をした人、たくさん読書をした人、これを黄色で示すことにします。で、語彙を増やすためには読書が必要だということは何を言っているのかと言いますと、この緑の丸がですね、黄色い丸の中に入っている、こういうことを言ってるわけですね。で、それはですね、この周りの黄色い部分、輪っかになった部分、こういう部分があることを別に否定していないんですね。で、こういう人はどうしたかって言いますと、読書はしたけれども語彙は多くない人ですね。こういう人がいるということは別に否定していないわけです。ですから語彙を増やすためには読書が必要だと言ってもですね、読書をしたにもかかわらずこの語彙が増えない人、それがいる、こういうことはあり得るんですね。したがって、最初に申しました批判は間違いだと、こういうことになります。で、これは論理の誤りなんですね。で、こういう誤りが非常に頻繁にあります。私自身もですね、そういう間違いをする必要が間違いをしてしまうことが時々あります。例えば今のことでもですね、私が言ったのは語彙を増やすために読書をしなくちゃいけませんよと、こういうことを言ったわけですが、そう言いながらですね、読書をすれば語彙が増えるような錯覚に自分自身も陥ってしまう必要があるんですね。ですから本当であれば、語彙を増やすために他のことも言わなくてはいけない。でも読書のことを言っただけで、それで終わりにしてしまう。こういう場合がしばしばあるわけです。で、これは私自身がそういう間違いに陥る危険があるということですね。この類の間違いというのは非常にしばしばあります。例えば、今、賃金を上げるということが問題になっていますけれども、その賃金を上げるためにはですね、生産性を上げる必要があると、こういうことを言ったとします。これも先ほどと同じことでですね、賃金を上げるというのはこの図で言いますと緑の丸に相当している。そして生産性を上げるっていうのはこの大きな方の丸に相当しているわけですね。ですから賃金を上げたと生産性を上げたとしてもですね、賃金が上がらない場合がある。だからもっとその生産性を上げるっていうことの他にも言う必要があるわけですね。それを私自身が忘れてしまう、こういう場合もあります。
ですから、まあ、論理上の誤りというのは非常にしばしばあるわけで、それをですね、気をつけていく必要があります。このような問題、論理学の問題というのはですね、学校でも教えることになっています。学習指導要領で論理学というのはあるんですが、ただですね、これは数学の一部分と考えられているんですね。学習指導要領ですと、高校1年生で、集合論の話として今、お話したような論理の問題を扱うということになっています。で、まあ、ただ集合論と言われるとですね、まあ、非常にその難しい問題を扱っているような気になりますね。あるいは、まあ、私は理系じゃないんで、こういうことは知らなくてもいいと、そういうふうに思う人が出てくるかもしれません。しかし、これはですね、数学でももちろん重要ですけれども、数学の問題に限ったことではないわけですね。まあ、先ほど来例としてお話している語彙を増やすにはどうしたらいいかというような問題はですね、国語の問題だというふうに考えることもできますね。あるいはその法律でもこのことは非常に重要です。で、論理を正しくするということは、まあ、法律をやっていく場合には大変重要なことですね。で、その他に、まあ、理科の実験の問題、あるいは社会科でもこういうことが必要だ。つまり、論理を正しくするというのは、まあ、どんなことをやるにしてもですね、重要で必要なことなんです。したがって、こういう問題はですね、数学の集合論の問題だと、いうよりは、もっと広い一般的な話としてですね、学校で勉強すべきだというふうに思います。今、私がですね、この論理の問題を国語の勉強の一種としてお話しているというのも、そういったような考え方を強調したいからです。国語で、ものを書いたり読んだりする。それを正しく書いたり話したりしてですね、あるいは正しく理解する。こういうためには、論理を正しくするということが必要なんですね。で、今このことをですね、図を使ったり、あるいは言葉で、お話したりしていました。つまり、論理学の問題っていうのは、まあ、いろいろな方法で考えることができます。一番最初に申しました、語彙を増やすためには、読書する必要がある。で、これはまあ言葉で言ってるわけですよね。それからこの図で説明しましたけれど、こういうふうに図で、それを理解することもできる。あるいはですね、数学的な式で書くということもあります。これは左に書いてありますが、A なら B であるということを、まあ、A から B という矢印で示しているわけですが、こういう、まあ、式で表すこともできます。だから、言葉で言ったり、式で表現したり、図で表現したりする、いろいろな言い方が言えます。で、この A なら B である、というのを命題と言います。まあ、命題っていうのも非常に、難しそうな言葉ですけれど、命題っていうのは要するに言いたいこと、主張したいことですね。A であれば B である。こういうことを言いたい。これを命題と言いますね。で、その場合、A なら B であるという場合にですね、B は A の必要条件であると言います。そして A は B の十分条件であるというふうに言います。この言葉を覚えておいてください。それでは、2番目のスライドをお願いします。逆は必ずしも真ならず、ということですね。今、ここのスライドに示してある右側の図、
これは先ほどの図と同じ図を示しています。つまり A なら B であるということに対応する、そういう図を書いてあるわけですね。でさてここでですね、一番最初、先ほど言いました A なら B というのを命題1、というふうに名付けた場合にですね、この順序を逆にして B なら A という命題を考えます。でこの命題を逆命題、と言います。元の命題の逆命題と言います。では元の命題がですね、命題1が正しい場合に、この逆命題が正しいかどうか、ということがまず問題になります。これは図で、考えていただくとよくわかりますね。つまり A っていうのは小さい丸、 B っていうのは大きい丸ですね。ですから B なら A というのは、B の大きい丸に入っていればということですね。でしかし先ほどお話したように、そうであっても A に入ってないという人はいますね。こういう黄色で示しているのがその人たちです。したがって B なら A という命題の2は誤りである、誤りである、正確に言いますと B なら A であるという命題は必ずしも正しくはないということになりますね。つまり逆命題は必ずしも真ならずということになります。逆は必ずしも真ならずということですね。これは大変重要なことです。このことをよく覚えてください。先ほど一番最初にお話した読書をすれば語彙が増えるのかという反論はですね、この逆命題のことを言ってるんですね。読書をする B であれば A、語彙が増える、こうなってないじゃないかというふうに言ってるわけですが、これは必ずしも正しくない命題なんですね。逆命題は必ずしも真ならずということです。先ほどの批判はこの逆命題は必ずしも真ならずということを、無視した考えだと、こういうことになりますね。次に命題の3というのを考えます。これはですね、 NB なら NB、 NB なら NA、と書いてあります。 N というのは否定です。つまり NB というのは B でなければということですね。で NA というのは A でなければということです。つまり、B でなければ A でない、これは正しいかどうかということです。でこの命題の3、これを待遇命題と言います。さてこれは正しいでしょうか。これを右側の図で考えてみたいと思いますが、NB っていうのは B の外側にあるということですね。大きな丸の外側にあるということですね。でもしそうであれば、外側にあるんですから A ではないですよね。B の外側には A は入れないですね。ですから NB なら NA であるという命題は正しいということになりますね。つまり、待遇命題は正しい、ということになります。これは大変重要なことです。先ほどの例、一番最初にお話した例で言いますと、をこれに当てますと、NB というのはですね、読書をしていないということですね。それから NA っていうのは語彙が少ないということですね。したがって待遇命題っていうのは読書をしてなければ語彙が少ないということですね。でこれは正しい命題だと、こういうことになるわけです。待遇命題が正しいっていうのは常にこのことは言えるわけで、このことを知っておくと大変便利です。命題によってはですね、元の命題が、分かりにくい形で、提示される場合があるんですけれども、その待遇命題の方がですね、直感的に分かりやすい形になっている場合もあります。ですから、
ある、命題が正しいかどうか、これを考えるときに、その待遇命題を考えてみる、ということが重要ですね。待遇命題を考えれば分かりやすいということもあります。今の場合で言いますと、読書をしなければ、語彙が少ない、これが正しいかどうかを考えてみればいいということですね。で、この4番目の命題、これはですね、NA なら NB ということです。つまり A でなければ B でない、この命題が正しいかどうか、ということですね。でこれは右の図で考えてみますと、A でないというのはこの緑色の丸の外だということですよね。で緑色の丸の外であっても黄色い部分がありますね。つまり B である部分があるわけですよね。ですから、B でないっていうことは間違いですね。つまりこの命題の4、これはですね、必ずしも真ではない、こういうことになります。つまりまとめますと、元の命題が真である場合に、その逆命題はですね、必ずしも真ではない。しかしその待遇命題は、必ず正しい。そして、この4番目の命題を裏命題と言いますが、裏命題は必ずしも真ならず、こういうことになるわけですね。で、さて、それでですね、先ほど逆命題は必ずしも真ならずというふうに言いましたが、必ずしも真ならずですから、正しい場合もあり得るわけですね。つまり、A なら B、が正しくて、かつ B なら A も正しい、こういう場合もあります。で、これはですね、 A と B は同じことを言っているということですね。つまり、こういうことを A と B は同値である、あるいは等価であると言います。同じ内容を言っているということですね。例えば、A という命題はですね、ある数は偶数であるということ、それから B というのは、ある数は2の倍数であると、いうことであるとしますと、2の倍数なら偶数ですし、偶数なら2の倍数ですから、逆も真であるわけですね。つまり、2の倍数であるということと、偶数でやっていることは等値ですね。まあ、これは定義によって必ず等しくなるわけですが、数学ではですね、必ずしも定義によって等しいわけではなくて、いろいろな証明によって正しいということが証明される場合があります。例えば幾何学で、2つの三角形があって、2つの辺が等しく、その間の角が等しい、この場合にはですね、2つの三角形は合同であるという定理があります。つまりこの場合、二辺が等しく角が等しいということと合同であるということは、同値である、ということですね。言い換えれば、三角形が合同であるということと、二辺が等しく角が等しいというのは必要条件であり十分条件であるということになります。でこのように二つの命題が等値であるということをですね、日本語では等値とか等価、と言います。これも、ちょっと難しい言葉ですね。英語ではこのことをですね、イクイブレントっていうんですが、もっと日常的な用語もあります。それはですね、if and only if ということをですね、if and only if っていうのは2つのことが等値であるということを意味します。if and only if っていうのは、かなり頻繁に使われる言葉で、特に法律の用語なんかには出てくることがありますけれども、厳密な文章ではですね、if and only if が使われます。それから日常の会話でも使われないことはない。でこの等値であるということをですね、日本語では
統治とか同化である、同化であるっていう、まあ難しい言葉で表現しなくてはならないけれども、英語ではもっと優しい言葉で表現できるんですね。まあその意味では、英語の方が論理的な言葉である、いうことも言えなくないと思います。この必要十分条件、if and only if ということは、これも大変重要な概念ですね。私は先ほど学校の勉強でですね、こういう論理学のことを教えるべきだというふうに申しました。そして数学の問題ではなくて、もっと広い範囲の問題として教えるべきだというふうに申しました。で、現在では高校1年なんですが、もっと早い段階で私は教えるべきだと思います。小学生でもですね、優しく説明してあげれば、今のことは分かってもらえると思うんですね。私が、こういう問題に興味を持ったのは中学生の時ですけれども、数学の先生がですね、この場合、そしてこの場合に限って正しいというようなことを言ったんですね。で、この場合に正しい、で、この場合に限って正しい、同じようなことをなぜ繰り返して言うんだろうというふうに不思議に思って、いろいろ調べて、それは if and only if ということだということが分かったわけですが、こういう、考え方の道具というのは、もっと早く教えるべきだと思いますね。で、この先ほど必要条件、十分条件ということを申してます。で、このことが、区別されないで言われる場合もあるんですね。で、例えば、先ほどは合意のことを申しましたけれど、成功するためにはこれこれの条件があるということを言いますね。本なんかの広告で、成功のための3条件なんていうタイトルの本があります。ただこの場合ですね、3条件っていうのは、果たして、必要条件なのか、十分条件なのか、はっきりしませんね。で、必要条件を言っている場合が多い。実際、成功するための十分条件を示すっていうのは大変難しいことだと思います。これは後でお話しますが。ただ、そのことがはっきり区別されないでですね、成功のための3条件、なんていうことで言われる。これは私は大変重要だと思いますね。成功のための3つの必要条件なのか、どうか、これを私ははっきり言うべきではないかというふうに思います。それでは、3番目のスライドをお願いします。今まで若干堅苦しいお話をしましたけれども、このことを応用してみたいと思います。文学作品に応用してみたいと思うんですね。で、まず、このシェイクスピアのマクベスを取り上げたいと思います。マクベスの物語というのは、スコットランドの話ですね。マクベスという武将が、スコットランド王のダンカンを殺害して自分がスコットランド王になる。ただし、そのダンカンの王のマルコムに復讐されることを恐れる。こういう物語ですね。で、この復讐を恐れたマクベスはですね、魔女に予言を求めます。でこの魔女は、非常にいろいろ不思議なことを言うわけで、例えば、フェアイズファウル、ファウルイズフェア。正しいのは間違い、間違いは正しいということを時々言うんですね。論理学のテストをされているようなもので、論理学の応用問題としては大変適切だと思いますが、で、魔女はですね、2つの予言をします。で、第一の予言は何かというと、バーナムの森が動くまでマクベスは滅ぼされないということなんですね。で、バーナムの森っていうのは、マクベスが住んでいるダンシネインっていう城のそばにある大きな森です。
それが動くまでマクベスは滅ぼされないと言ったんですね。これはかなり強い予言です。先ほど成功のための十分条件を言うのは難しいと言いましたが、魔女は十分条件を言ったんですね。マクベスが滅ぼされないための十分な条件を言いました。これはこの図で、わかると思います。右側の図をご覧ください。今世の中の状態を2つに分けて、森が動いた場合と動かない場合に分けたとしますね。で、森が動かない限りマクベスは滅ぼされないと言ったわけですから、マクベスが滅ぼされないの、滅ぼされるのは森が動いた時だけだということになりますよね。ですから、世界をこの2つに区別した場合に、左側の白いところに入ってない限り、マクベスは滅ぼされないわけです。つまり、マクベスが滅ぼされないための十分条件は森が動かないことですね。かなり強い条件を提示されたわけです。で、これで、マクベスは安心したわけですね。なぜかというと、現実の世界で森が動くなんてことはないだろうと。つまり現実の世界は右だと。だから右にいる限り滅ぼされない。このように思ったわけですね。ところが、ある時、森が動いてしまったわけです。これはトリックによって動いたんですけれども、つまり現実の世界は右ではなくて左になっちゃったわけですね。ただこれであってもですね、マクベスが必ず殺される、滅ぼされることになったわけではないんです。滅ぼされることもあるということになっただけのことですね。ですから、滅ぼされないこともあるわけです。で、そこで、マクベスはですね、マルコムの軍隊に降参するのではなくて、対戦をして戦いをするということを選んだんですね。で、なぜ戦いを選んだのか。私の解釈では、魔女の第二の予言があったからだと思います。で、第二の予言は何を言ったのかと言いますと、これはですね、女から生まれたものはマクベスを殺せないって言ったんですね。つまり、ここでもですね、魔女は十分条件を言っています。これは非常に強い十分条件です。この右側の図でですね、森が動かないっていうのを、女から、生まれなかったものの集合、それから右側は女から生まれたものの集合っていうことに解釈しないでください。そうすると、魔女が言ったのはですね、女から生まれたものは殺せないと言ってるんですから、マクベスが殺されるのは、女から生まれたものでないものだけということになりますよね。で、ところで、実際には全ての人間は女から生まれたものである。と、マクベスは考え、我々もそう考えますが、だから、マクベスは殺されないだろうと。こういうことになったわけですね。こういう判断があったから戦いに挑んだんだと思うんです。で、つまり、第一の予言が、森が動いたことによって崩されたわけですが、ただ、この第二の予言で何が保証されたかっていうと、マクベスが殺されることはあり得るけれども、ただそれはですね、敵から飛んできた弾丸に当たって殺される。そういう場合はあるかもしれない。でも人間同士で一騎打ちをしてですね、それで殺されることはないってことになりますよね。だから、一騎打ちをしても大丈夫だということになるわけです。一騎打ちをして殺されないための十分条件が示されたわけですから、非常に強い、保証が 与えられたということができるでしょうね。で、そこで、マクベスはマルコムとの軍との戦いに挑んだわけですね。ところが、そこで一騎打ちに現れた人間。これはマクダフという武将なんですが、
マクダフはですね、私は女から生まれたのではないと宣言するんです。つまり帝王切開で取り出されたというわけですね。帝王切開で生まれたから女から生まれたものではない、帝王切開はウーマンボーンではないということです。かなり、まあ、こじつけ意味ですけれども、まあ、女から生まれたものではないということをですね、したがってここでも事態は逆転してしまったわけですね。女から生まれた、女から生まれた、ウーマンボーンでない人間はいないと思ってたけれども、実はそういう人間が、一騎打ちの相手として現れてしまった、ということになるわけですね。まあ、そして結局、マクベスはマクダフに討ち取られて、しまう、こういうことになります。まあ、これがマクベスの物語なんですね。まあ、これから我々は何を学ばなくてはいけないか、と申しますと、論理学だけでは十分ではないということですね。つまり先ほど来ずっと申し上げていることは、論理学は必要だと言っているんですね。論理的に正しいことを言ったり、正しい文章を書いたり、そういうことは必要ですと、こういうことを言っているわけですね。だから論理学は必要だということを言っています。ただ、論理学だけで十分だとは言っていないわけですね。論理学さえ、論理的に正しくさえあればですね、それでいいのかというと、決してそんなことはありません。まず第一に重要なことは、その、条件がですね、現実に満たされているかどうかということをチェックすることなんですね。これは論理学では分かりません。今のそのマクベスの物語について申しますと、すべての人間はウーマンボーンでないとマクベスは判断したわけです。まあ、我々もそう考えますが、しかし、仮に帝王切開したで生まれた人間はウーマンボーンでないということにしますと、帝王切開で生まれた人間っていうのはいるんですね。マクベスの時代、中世ですけれども、その当時でも帝王切開っていうのが行われていたってことは、私にはちょっと新鮮な驚きだったんですが、まあ、とにかく帝王切開。で、そのことをマクベスは事前に調査するべきだったんですね。実際にデータを集めて、帝王切開した人間はいないかどうかということを調査すべきだったんです。で、特にマクダフについては周到に調査すべきだったわけで、なぜかと申しますと、マクベスはですね、マクダフの家族を虐殺するということをやってるんですね。だから、まあ、マクダフから恨みを買っているわけです。そういう人物ですから、その人物がどういう人間であるかということは、詳しく調査しておくべきだったわけで、マクベスはそれを怠った。だから論理学だけで事が済むわけではありません。事実を調査する、これは大変重要なことですね。それでは第4のスライドをお願いします。アンナ・カレリーナの法則、ということです。アンナ・カレリーナ、トルストイの小説ですが、この一番最初にですね、次のような言葉があります。幸せな家庭は皆同じだが、不幸な家庭は様々に不幸だ、こういう言葉が出てきます。これが一番最初の出だしの文章です。で、この文章は大変重要な意味を持っているんですね。なぜかと言いますと、この主人公のアンナというのは、普通の考えによれば大変恵まれた女性なんですね。絶世の美女ですし、夫は政府の高官であるし、息子がいるし、とうとう、そして、まあ、もちろん健康でもあるし、大変幸せな人生を歩む
だろうというふうに考えられる人間なんですが、実際はですね、アンナは大変不幸な人生を歩むということになってしまうんですね。ですから、まあ、この最初の文章というのはそのことを予言しているわけです。不幸な、家庭はさまざまだと。だからアンナのように一見して非常に幸せと見える人間でも不幸になることがあるんだと、まあ、そういうことを予言しているという意味でですね、まあ、大変重要な意味を持っている文章です。でさて、この文章が正しいかどうか、ということを考えてみたいと思いますが、それを右側の図で考えたいと思います。つまりですね、ここに丸がいくつか書いてあります。まあ、これは幸せな家庭になるための条件ですね。まあ、いろいろなものが考えられますが、例えば A というのは家族全員が健康であると、いうことであるとしますね。それから B というのは、まあ、経済的に豊かであるというようなことである。まあ、とうとうの条件が考えられるわけで、それを満たしている人、家族をこの丸の中で表すことにします。でこのように幸せな家庭になるためにはいくつかの条件があるわけですね。もちろんそのことが正しいかどうかっていうのは別の問題で、つまり今、まあ、幸せな、家庭になるためには健康であることが必要だと、必要条件だというふうに言いましたが、もちろん健康でなくても幸せだっていう場合もあるでしょうから、ここではですね、まあ、幸せな家庭になるためには健康でなくてはいけない、まあ、そのことが、まあ、正しいというふうに仮定して考えていきたいと思います。でそういう仮定のもとでいくつかの条件があるということですね。幸せな家庭になるためにはですね、このいろいろな条件をすべて満たしていかなくてはいけません。例えば、まず A という条件を満たし、その上に B という条件を満たさなくてはいけない。2つの条件を両方とも満たさなくてはいけないんですね。その条件を満たす家族っていうのは、ちょうどこの A と B の丸の交わりのこのこういう形のところですね。それによって表されます。非常に狭い領域ということになりますよね。ただそれだけではなくて、さらに C という条件も満たさなくてはいけない。こういうことになると、この真ん中にある三日月型のこういう領域ですね。これしかない。ですから、幸せな家庭というのはいくつもの条件を満たすことになるわけで、したがって、そういう条件を全部満たすわけだから、まあ、いろいろな条件がみんな同じだということになるわけで、まあ、そういう意味では似たものだということになりますね。だから、まあ、前半は正しいでしょうね。で、後半はですね、逆命題ですね。幸せな家庭は同じだが、不幸な家庭は様々だ。逆命題。逆命題は正しいかどうか。でこれはですね、例えば A の条件を満たしていない家庭、これはまあ不幸だとしますと、これは丸の外側ですね。非常に広いですね。だから、その中には、例えば B を満たしていても、この不幸だということを言う家庭もいますよね。であるいは B を満たしていて A を満たしていない、こういう家庭もいますよね。そうしますと、まあ、さまざまな条件が違うわけで、まあ、ですからこの後半の命題、これも多分正しいだろうというふうに考えられます。まあ、ですからトルストイが言っているこのことは正しいと思われます。で、まあ、このことをと同じようなことをですね、ジャドル・ダイヤモンドが、重鉄病原菌という、
重病原菌鉄という本の中で言っています。彼が言っているのは、家畜化できている動物はどれも似たものだが、家畜化できない動物はいずれもそれぞれに家畜化できないものである。つまり先ほどの、幸せか不幸かということを家畜化できるか家畜化できないことか、ということで言ってるんですね。この場合もこの丸で考えることができます。で、家畜化できるためにはいくつかの条件がありますね。例えば大きさがあまり大きくない、ということですね、があります。あるいは、まあ、それが A だとしますと、まあ、他にも条件がありますね。例えば B は、まあ、凶暴ではないということもあると思います。それから C はですね、肉食でない、ということもあると思います。で、そういういくつかの条件で、これを全部満たしたものでなければ家畜化できないということになりますね。で、まあ、そういうことになりますと、家畜化できている条件はいろいろな条件を全部満たしているわけですから、似たようなものになる。で、それに対して、家畜化できない動物っていうのは一つの条件でも満たしていないのが家畜化していない動物だということになりますから、非常にいろいろなものがあるということになりますね。まあ、こういうことで、ダイヤモンドが言っていることも多分正しいと思います。で、まあ、先ほど成功するための十分条件を示すのは難しいということを申しました。まあ、これもここで言っていることに関係しますね。つまり成功するっていうのは、幸福な家庭になること、あるいは家畜化することだというふうに考えますと、まあ、それはいくつもの条件を満たしていなくてはいけないということになりますから、まあ、かなり難しいことになる、そういうことが言えるのではないかと思います。それでは、5番目のスライドをお願いします。5番目のスライドは、聖書のトリックということです。で、聖書、新約聖書、イエス・キリストの教えですね。イエスの教えというのは比喩で、語られている場合が多いんですね。我々がこう分かりやすい具体的なものを取り上げて、説教しているという場合があります。ここに挙げるのもその一つです。これは私が大変聖書の中でも好きな場面ですけれども、ゆりを思い見よ、紡がずおらざるなり、されど我何時らに継ぐ、栄華を極めたるソロモンだに、その装い、この花一つにも近ざりき、今日ありて、明日炉に投げ入れられる野の花をも、神は各装いたまえば、まして何時らをや、ああ信仰すきものよ。こういう教えですね。まあ、これを見るとこの条件が目に浮かぶような気がしますね。多分これは春ですね。春の野原だと思いますが、その野原で弟子が、まあ、車座を作ってイエスの教えを聞いてるんですね。で、その方にはユリの花が咲いている。で、それを見てですね、イエスはこういう教えを言っています。まず最初に何を言ったのかっていうと、これがこの右側の図に書いてありますが、ソロモンとソロモンの衣装がある。そしてまずイエスが最初に言ったのは、このソロモンの衣と野の花、これを比較したんですね。それでソロモンの衣よりも野の花の方が優れているだろうと、こういうふうに言ったわけです。その装い、この花一つにも近ざりきというところですね。そして次に何を言ったのかと言いますと、この野の花と弟子たちを比べたわけですね。つまり野の花っていうのは、明日はもしかすると燃やされてしまうかもしれない。で、その野の花すらこういうふうに美しく神は作っているんだから、ましてや
お前たちは人間だから、もっと優れたものなんだと、こういうふうに言ったわけですね。つまり野の花よりも弟子たちが優れている、こう言ったわけです。結局何を言ったのかと言いますとですね、繰り返すと、ソロモンの衣と野の花を比較し、野の花と弟子たちを比較したんですね。これから何が言えるかということを考えてみますと、まあ、論理学の推理、A は B より大、B は C より大なら A は C より大。これで言えばですね、まずソロモンの衣より野の方が、まあ、上にある。で、野の花よりも弟子たちが上にあるということですから、ここから言えることはですね、弟子たちはソロモンの衣よりも上にあると言ったんですね。これがイエスが言っていることの全てですよね。では弟子たちはですね、このことで幸せな気持ちになったのか。つまり我々はですね、ソロモンの着物よりも優れている。それが分かって豊かな幸せな気持ちになったのか。と言いますと、そうではないと思いますね。この聖書の部分を言いますと、我々も非常に、まあ、幸せな気持ちになりますよね。でもそれもですね、弟子たちを自分自身と置き換えて、自分はソロモンの衣よりも恵まれていると、だから幸せになるな気持ちになるわけではありませんよね。そんなことは分かりきっていることなので、そうではなくて、我々はソロモンよりも優れているというふうに思うから、多分幸せな気持ちになるわけですよね。弟子たちも、我々はソロモンよりも、今まではですね、ソロモンというのは非常に偉い王様で、我々が及びつかないものだと思ってたけれども、でも今のイエスの教えを聞くと、我々は実はソロモンよりも優れた上にあるんだということを感じたんですよね。で、それで豊かな幸せな気持ちになったんだと思うんです。では、どうしてそうなったのか。今キリストの言ったことの中からですね、どうして我々はソロモンより優れているということになるのかと言いますと、そんなことには全くならないですよね。キリストはソロモンと弟子たちを比較して、どっちが上だというようなことは一切言ってないわけで、それにもかかわらず弟子たちはそのように感じてしまったわけですね。で、これは実は新約聖書、あるいはイエスの教えの一つの重要な特色だと思います。つまり、論理的には正しくない。論理的には正しくないんだけれども、それがですね、この説教によって伝わってくるんですね。我々はソロモンよりも幸せな、恵まれた人間だという教えが伝わってくるわけですよね。で、論理的に正しくないにもかかわらず、それが伝わってくる。私はですね、これは大変、非常にイエスのですね、説得力の非常に強い点だと思います。つまり、まあ、先ほど来、論理学のお話をして、論理的に正しいということは必要だということをお話してきましたね。まあ、マクベスの例に見られるように十分ではないかもしれないけれども、必要だ。だから論理的に正しいことを訓練しましょうと、こういうことをお話してきました。ただ、今のこの、イエスの教えを見るとですね、果たして論理化が必要なのかということについて疑問を感じますね。実は聖書を読んでいきますと、これに似たようなところというのは他にもいくつも出てくるんですね。例えば、ここには書いてありませんけれども、一粒の麦の教えというのがありますね。これも大変有名な教えですけれども、
皆さんもご存知だと思いますが、一粒の麦、もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてありな。もし死なば、多くの実を結ぶべし。こういう教えがありますね。一粒の麦が、もし地面に落ちて、死なないでいれば、そのままであろうと。ただ一つ、その粒のままであろうと。だけれど、もし死ねばですね、そこから芽が出て、たくさんの実ができる。こういうふうになる。こういうことを言ってるわけですね。この教えというのは、自己犠牲の重要性を説くものであるというふうに解釈されています。つまり、自分のことだけを考えてはいけませんと。自分が豊かになりですね、自分が得たとする、そういうことだけを考えていてはですね、決してその永遠の命を得ることはできないんですと。でそれはこの麦の例を見ても分かるでしょうと。だから自己犠牲の精神に基づいてですね、さまざまな献身的な行為をしなさい。そうして自分自身を犠牲にすることによって、あなたは永遠の命を得ることができるんです。でこういうことを言ってるわけですね。でこれも私は非常に力強い教えだと思います。しかも単にですね、自己犠牲が必要だとかですね、自分のことだけを考えていただけませんよというようなことを言うんではなくて、麦というものを比喩に取り出して、それでこう、まざまざと目に見える形で説いているわけですね。だからこの一つ目の麦の教えというのは、聖書の中でも有名な教えで、昔からいろいろな人が引用しています。例えばフランスのアンドレ・ジッドは、このタイトルで小説を書いていますね。一粒の麦という小説があります。それほど重要な教えなんですね。で、ところがですね、それではこの教えは、正しいのかということを考えてみますと、考えてみるまでもないことですが、間違いですね。一粒の麦が地に落ちて、そのまま死なないでいたら芽が出ないと言ってるんですが、そうですかね。逆だと思いますね。つまり、死ななくて壊れたり腐ったりしないで生きているから芽が出てくるわけですよね。それから、もし死なば多くの実を結ぶべしと言ってますが、もし地に落ちて踏まれて壊れてしまったり、あるいは流されてしまったり、あるいは腐ってしまったりしたと。それが死なばということですよね。それじゃあ、その死な、もし死ねば、たくさんこう芽が出て、たくさん実がなりますかと言ったら、そんなことはないわけですよね。死んだら芽が出ないはずですよね。だから、ちょうどイエスの教えていることと実際のことは逆ですね。逆のことを言ってるわけですね。これは誰でもそういうことはわかるわけで、イエスももちろんわかっているでしょうし、教えを聞いている弟子たちもですね、聞いているときに、麦が、死ねばそのままだとか、死ねば芽が出てくるとかですね、生きていると芽が出ないとか、そんなのは間違いだっていうのは言われなくたってわかってますよね。誰でも分かってますね。でもそれにもかかわらず、この教えは非常に強い教えなんですね。誰でもこの教えを聞くと感動すると思います。そして自己犠牲が必要だという考えに、目覚めると思うんですね。非常に力強い教えですね。で、こうなってくるとですね、論理学の話だけではなくなってきますね。先ほど、マクベスのことを引き合いに出してですね、事実が大事だということを言いましたね。論理学だけではなくて、それが事実に合ってるかどうかもきちんと確かめなさいと、こういうことを申しました。でも今のことは全く事実に合っていませんね。事実に合っていないにもかかわらず、非常に強い教えです。
で、誰もこのことに疑いを、差しませんね。そしてこういう教えが、まあ、2000年にわたって語り続けられて、誰も疑問を挟まない。で、私はこの点がですね、聖書の非常に大きな力だと思います。だから、論理的に正しくなくても、あるいは事実に背いていても非常に強い説得力を持つ場合があるということですね。ただし、私はこれは聖書であるからこそそうなっているのだということを強調したいと思います。我々が、書いたり話したりすること、それはですね、論理を間違えたり、あるいは事実に反することを言ったり、これではダメですね。ですから、聖書のような例があるということは認めますけれども、我々が日常的に書くこと、あるいは話すことで、そういうことに関しては、今日お話したような論理の構成を正しくすること、これはぜひとも必要なことです。ぜひですね、今日お話した内容、必要条件、十分条件、あるいは弱は必ずしも真ではないけれども、大愚は必ずしも真である、そういうようなことをですね、いつも心がけていただきたいと思います。で、特に逆は必ずしも真ならずということを話をしたり、あるいは書いたりする場合にはですね、常に考えてですね、誤った論理的なことを言ったり書いたりしないように、ぜひ気をつけていただきたいと思います。今日の私のお話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。